ヴィーナスとアドーニスの表紙。ヴィーナスとアドーニスは、ウィリアム・シェイクスピアの三つの長編詞の一つ。ヴィーナスとアドーニスは、シェイクスピアと同じくストラトフォード・アポン、英ン出身で、年齢も近いリチャード・フィールドによって1593年4月18日に、書籍出版業組合の記録に登録され、その年のうちに、最初の4折版が、印刷、出版された。 フィールドは、翌1594年には、第24売版を出し、それから著作権を、同じ年に、ルークリース領族の初版を出版した、書籍ョ,ジョンハリソンに譲渡した。ビーナスとアドーニスの次の出版は4売版よりも8売版に近いフォーマットで、1595年頃に、第3版が、1596年に第4版が、出版された。続いて著作権は、 ウィリアム・リークにわたり、1599年に、O3 と O4 を、1602年に、O5、O6、O7、O8 を出した。1617年、著作権は、ウィリアム・バレットに移り、同年 O9 が出版された。1640年までに、さらにさらに5範囲長版を重ねた。47年間で16版も出版された詩は、 この当時としてはかなり人気が高かったことを意味している。1593年、ロンドンでペストが大流行し、死当局はすべての劇場を閉鎖した。シェイクスピアはこの頃にはすでに最初の後、六本の儀曲を書いていて評価も得ていた。シェイクスピアは我が創作の最初の兵イとして、つまり彼のミューズが生んだ子供を出版することを思い立った。シェイクスピアは、 ビーナスとアドニスを第三代サウサンプトン博ヘンリー・リツリーに検定した。1594年のルークリース領辱もビーナスとアドニスの検事の中でより容易ならぬ困難を約束してくれたとしてサウサンプトン博に検定した。サウサンプトン博は財政的苦境に陥っていたものの、それでもまだパトロンとして金を出すくらいの余裕はあった。しかし、あるシェイクスピアは どこからか資金を得て、劇団の利益の1、12が手に入る共有者になることができた。それ以来、長編集を書くよりは、劇作の方が金になったことは言うまでもない。キツアーノベチェッリオの1554年の絵画、ヴィーナスとアドーニス。プラド美術館所蔵。ヴィーナスとアドーニスの話は、オビディウスの変身物語第10巻に由来する。オビディウスは、 どのようにしてビーナスが最初の死すべき人間の恋人である美しいアドーニスを獲得したかを物語っている。二人はずっと一緒で、アドーニスの狩りにもビーナスはついてきた。ビーナスはアドーニスにアタランテイとヒッポメネースの話をして、危険な動物の狩りをやめるよう説得した。しかし、アドーニスはその警告を無視し、イノシシに殺されてしまった。 シェイクスピアはこの話をもとに1194行からナルシを作り上げた。シェイクスピアの主たる革新はアドーニスにビーナスの申し出を拒否させることだった。エルビンパノフスキーはシェイクスピアはティツヤーノの描いたビーナスとアドーニスの複製を見たに違いないと主張した。この絵は確かにアドーニスがビーナスの法要を拒否しているように見える。反対に シェイクスピアの戯曲では曖昧な男を求愛し追い回す積極的なヒロインを好んでいるように見える。もう一つの確信は三一致の法則の遵守である。出来事は一つの場所で起こり、時間は朝から翌朝まで二人の登場人物に物語は集中している。ビーナスは恋に病んでいる。馬の鞍からアドニスを持ち上げるとしつこく接吻と話を求めるが、 ビーナスの行動も言葉もアドーニスに性欲を起こさせない。むしろ拒否する。アドーニスは翌朝、イノシシ狩りに行くという。ビーナスはアドーニスを思いとどまらせようとし、もっと弱い獲物を買ってはどうかと提案する。アドーニスはそれを無視し、ビーナスの元を去る。ビーナスはその夜を哀歌で費やす。夜明けが来て、ビーナスは狩りの始まった音を聞く。 不安に苛まれながら、ヴィーナスは、音のする方に走ってゆく。ヴィーナスの不安は的中し、アドーニスは、イノシシの牙で、致命傷を負う。悲しみで愛の女神は愛を呪う。シェイクスピアの死は性愛を扱った、少女自死、イープリアンとみなされている。トマス・ロッチが、グラウクス・シッターで創始したジャンルである。最大のライバルと言えるのは、クリストファー・マーローの未完の死。 ヒーローとリアンダーで、この詩とシェイクスピアの詩は17世紀の前半を通して再版が続けられた。ビーナスとアドーニスは巧みな表現が絶え間なく続く。医薬、愛イを、と彼女は言う。私が汝をここ、象下の柵に囲まれたその中に囲ってから、私は公園、汝は我が鹿となり、山で谷で行きなさい。私の唇を、お食べなさい。 もしどの丘も乾いたら楽しい泉のあるところまで降りなさいこのように美人で好めかしている。読者にみだらな考えを起こさせる一方でほとんど無垢なままなのがこの詩の特徴である。丘の意味するものは唇から乳房さに変わり、読者は彼女の体を下っていき、最終行はクンギリ,リングスを連想するかもしれない。この詩を通してシェイクスピアは 読者が期待する性的成就をアドーニスがビーナスを否定することによって拒み続ける。この詩は当時は公職本という評価を受けたが、ポルノグラフとして読むと欲求不満を起こさせる。505行では、1593年のペストへの大胆な言及が見られる。ビーナスはアドーニスにキスをせがみ、その息の甘美さをこう称える。癒しのためには、 唇が長く触れ合っていないと。ああ、決してシンクの衣はすり減りはしない。どんなに長く続いてもそのみずみずしさは、危険な年からかぶれるのに耐えるでしょう。先生家たちは死についてこう書くでしょう。ペストは、何時の息で消えてしまうとこのくだりは、アドーニスの甘い息がある、種の方向を放つ薬草の働きをし、その息を吸うことで毒気から守られると読める。 この後、アドーニスの美しい体はイノシシに傷つけられる。死の最後の股間が引き裂かれた描写は、ペストの犠牲者を連想させる。センペストの横弦は、首と股間にでき、それが破裂した時、死ぬからである。愛は最も美しい肉体を醜い死から救う、ことさえできないのである。ありがとうございます。